そして5番、競栄竜内1番の大和太鼓いったあとは3番の海瀬ドクター各馬坂の上り挑戦が続いているさあ、どうか上がってきたのは5番の競栄竜しかしこれを坂の下りかわした7番、ゴールドハンター先頭で下ったその後に海瀬ドクター、競栄竜内は2番、とは取らナぬ心、大和太鼓そして北のボブサップ、姫虎マジック第2障害よりました 先頭は7番のゴールドハンターです、2馬身のリード、3番、カイセドクター2番手、1馬身後ろ、5番、競泳流が3番手です、残り1 0ル7番のゴールドハンター、一歩一歩苦しい、リードは1馬身、千わりと3番、カイセドクターが差を詰める、その後ろ、競泳流詰まって、大和太抗さあ、前は残りバつか、ゴールドハンター、ゴールドハンター、金田力重傷発生、重け初制覇。 さあ上がってきた3番桜姫先頭で2障害寄りていくそして10番岩木イ,イア4番オーシャンウィナー第2障害寄りましたあとはさあ今頂上は1番のネオキングダムさあ前先頭3番桜姫に一気に4番のオーシャンウィナー並んで 30m ーー切りました バシン後ろ10番、岩木ダイヤ3番手あとは開いた残り20さあ競り合いだ桜姫かオーシャンウィーナーか懸命な懸命な争いあーっと桜姫詰まって4番オーシャンウィーナートップハンデが先頭に立ったその後ろ桜姫岩木ダイヤ詰まって後ろから正タから上がってきた4番オーシャンウィーナー1冠目取りました2番手は9番正タから7番、ほまれ 内から1番のがが上っってきました。うっと、キングフェスタ、膝をついた1番のヘッチャラ先頭で下った8番、北西雲海2番手そして2番、山勝エース立て直して7番、キングフェスタ4番手で下ってすごい脚あとは9番、山野コーネル第2障害を下りましたさあ一気にオレンジの帽子が上がってきた残り 30m7 番、キングフェスタが先頭に立ちます。一馬 1> 1馬半とリードを広げていく2番手は並んだ8番北西雲海内1番へっちゃら間2番山勝エースその後ろに山野コーネルこれは5番手前は残り10を切って2馬身半後ろを離した7番キングフェスタ大将1冠目取りましたさあ2番手は内から1番のへっちゃらが上がるそして2番の山勝エースさあこの2頭わずかに打ちか